城とは何だろうか。戦国の世が終わる頃、秀吉と家康の緊張関係の中で築かれた松本城。工夫を凝らした無数の仕掛け、何重にも張り巡らされた塀と柵と堀。戦う城だけが放つ緊迫感がそこにはある。もしあなたがこの城を攻めるなら、戦闘の兵は何をやっているのか。開かないと次の銃声が聞こえた時に死んでいるのは自分かもしれない。もしあなたがこの城を守るなら、援軍はまだ姿を見せません。黒門が破られました。敵軍はすぐ目の前まで来ています。ご決断を。これは戦う城としての松本城と、そこに生きた人々の思いをたどる旅。その度に物語を。